じゃあですね、ここからはこの現場の 3D のデータ入ってますので、こちらを使ってやっていきたいと思います。設計管理の中の、さっき路線だけ見ましたけど、ここ実は平面の路線の情報と、銃弾の情報と、横断各断面ですね。断面形状の情報っていうのが入ってる。で、実はこう 3D で。 アプリの中でも見れるようになっています。3D のデータが入ってますので、今から、ここに施工する、切り戸形状っていうのがですね、もうデータとして入ってますので、あとは、このミラーをかざしてあげれば、その設計面との離れっていうのが自由にわかるようになる。まあ、そういったことが可能になってるんですね。で、まずは施工前段階だとですね、施工するために長針を設置すると思いますので、まずは長針設置をやってみたいと 思いますこちら、超張りのボタンを押してあげて使うデータを選択してあげると、えー、あとはですね、ミラーをちょっと追尾させますね。 はい、えー、追尾状態になると、このような形でですね、横断の画面がこう出てきてるような格好になります。で、今ですね、ちょうど、えー、視点側から見てるんで、向こうから見た絵になってるんですけど、ちょっと逆向けましょうかね。後ろ側から見た絵。私の今の目線と同じイメージで見たいと思います。そうすると、こういう形で赤い点が今のミラー位置で、えー、あとは、霧、え、度、ー、の形状っていうのが黒い線で出てると思っていただければいいかなと。 たとこで、すねでちょうどここの部分なんかは、えー、糊がですね、糊がこうだんだんすぼんでいってるような形状になってると思うんですけど、こうミラーを動かしてあげると、横断の断面形状もこんな感じで変わります。今の、えー、ミラーの位置っていうのはこのナンバー2プラス何が C っていう、えー、ミラー位置でもう断面を切ってきてるようなイメージですね、3D から。で、もちろん 3D のデータ自体は入ってますので、こんな感じで。 今、計画面上のここにいますよっていうのがわかるようになってます。平面で見るとこんな感じですね。でそういった形になるんですけど、えー、今からやろうとしてる超張りのコマンドっていうのは、えー、この断面形状の中の、えー、線を選んであげる。そこから始まります。この線を選択しますよと。で、こっちのノリの肩の位置ですね。青いポッチがつきましたが、えー、この位置ってセットしてあげると、ミラーをこう動かすと、 そのノリの延長上からの離れっていうのが、こんな風にこう見えるようになってます。で、これでですね、要は、この延長のライン上っていうのが、えー、長張り。 がちょうど来る箇所になるかなと思うんですけど、その位置っていうのをこうリアルタイムに割り出せる。そういったものになっております。じゃあ実際にちょっと長張りを打っていきたいと思いますね。今、あの、ノりのラインからの延長線がこうやって見えてまして、あとは画面上でですね、ここに水平離れ、延直離れ、垂直離れ、3つの数値が出てます。ライン上にちょうどいれば全部ゼロになるような感じかなと思いますね。で、まあ、まずは、蝶張りを打ちたい 位置っていうのですすね、えー、選択します上の、ここの側点から、えー、断面選んでいただいてもいいですし、あとはですね、あの、今、私のこのミラー位置で、勝手に断面切ってきてくれてると思うんですけど、その状態でもう、ここで打ちたいと、ここ、と。 してあげればですね、この鍵マークのボタン、ピッと押してあげると、えー、断面位置をロックしてくれます。えー、それと同時に、ここのですね、断面離れっていう数値ですね、えー、前にいくつですよっていう風な感じで出てますけれども、先ほど私が指定した断面の位置に対して、えー、どっち側にいますよ、前にどれぐらい行かないといけないですよとか、後ろにどれぐらい行かないといけないですよ、みたいなのが、ここでわかるようになってます。 で、ここの断面離れが0になるところがさっき指定したこのナンバー1プラス0.208の位置っていうことですね。で、この位置でまずは杭を打ちます。杭を打つにあたってはこの水平離れを 見てあげればですね、おおよそ切り出しからの離れっていうのがわかるかなと思いますね。えー、今で言うと水平離れが14センチっていうことなんで、切り出し1からちょうど14センチ離れたところですよっていう風なのがわかるようになってます。でこのようにですね、えー、まずは1本目の杭を立てましたとなったらば、まあ、同じ方向で、このまま。 断面離れがちょうど0になる位置ですよね。0になる位置で、2つ目の、えー、杭を打ってあげて。という風うな形ですね。そしてあとは、えー、2本の杭の頭を測ってあげれば、そこからの下がりでですね、えー、例えば、5ってしてあげると、で、延直離れを見ましょうか。 ここからの下がりですね。今のこの石突きの先っぽから下に18センチ、9センチぐらい下がったところが、えー、のりの延長上のラインですよっていうのがわかるようになってます。19センチですね。19センチ。ちょっとやってみましょう。19センチの位置なので、 ここですね。この上の面をちょっと合わせたいと思います。はい。これで、こちら側は OK という状態ですね。で、2本目ですね。2本目同様に測りたいと思います。2本目が、ほぼほぼ、ほぼほぼ来場に来ちゃいましたね。もうここでやってみましょうかね。えー、実際に、じゃあ、えっと、ここの位置とこの位置っていうことで、 こんな感じで。で、あとは、ここの、それぞれの位置を結んだところが、斜めの抜きが入る。こんな感じですね。あの、長針の設置ができました。念のためちょっとチェックをしてみたいと思いますね。ちょうど、この斜めの抜きの下のラインに合わせたときに、0付近になってれば OK ってことですね。いい感じですね。 こんな感じで、ちゃんと、えぇ、ー、のり面の勾配通りでですね、えー、斜めの抜きを入れることができましたと。そういったような形になります。 ま、このようにですね、あの 3D のデータを使うことによって、このですね、3次元の計画形状っていうのを、えー、フィールドテラスの中に入れ込むことによって、えー、長針張りの位置なんかももう自由自在に出せるようなものになってます。従来であれば、この位置に長張りを出したいよねっていうので、事前に横断図等から計算して、どれぐらい離れて上がってみたいなの、求めてたようなことっていうのが、この 3D とこういう計測アプリを使えば、求めるのはもう、 その場でリアルタイムにアプリがやってくれますので、データ入れとくだけでも好きなところで打てますね。事前に計算していざ打とうと思ったら、そこに何かあの季節の構造物あって打てないとかよくある話かなと思うんですが、そういったことなくですね、柔軟に現場での作業をスムーズにするっていうことが可能になってます。ICT のための 3D 設計データと言われてましたが、実はこの 3D のデータ使えば、従来施工の超張りも楽になっちゃう。なんていうふうなご紹介でした。 はい。あとはですね、長張りの設置をして施工ができたっていう後に、今度は施工途中だったりとか、施工後のチェックですね。先ほどの 3D のデータを使って、ちゃんと掘れてるかなっていうチェックだったり、仕上がったかなの確認ですね。っていうのもできるようになっております。えー、3D 施工の中の点検検査っていうものですね。こちらを使えばできるようになってます。で、実際に、えー、スタートさせると、こんな感じで、さっきの長張りの画面とほぼ同じですね。 ほぼ同じ動きをします。で、このようにミラー1で、この 3D から断面の形状が出来上がってるっていう風な感じですね。 で、実際使っているのはこの 3D のデータというふうな形になります。こちらを使っていただくとですね、今の断面位置で 3D の計画面からの離れっていうのがこのように出るようになってます。まあ、基本は高さ、延直っていうのを見ることが多いかなと思うんですけれども、このような形で、今の位置だと上に2センチ3ミリ高いですよとかですね、この辺になると7センチ高い ですよっていうふうなことがわ、えー、かるようになってるっていうところですね。で、実際に施工が、えー、できてるっていう状態、切り終わってますよ、だと仮定して、えー、ミラー当てるとこんな感じですね。えー、ここの延直の差が、えー、今1ミリですよ、とかっていうふうな感じになってるかなと思うんですけど、このような形で、えー、3D の計画データに対して、今のミラー位置が、えー、 どれぐらい高さの離れがありますよっていうのが、えー、このクイーナビとフィールドテラスを使ってもですね、知ることができるようになってるんですね。これはあの ICT 施工のあのマシンガイダンスとか、えー、にも近い動きかなと思います。バケットじゃなくってミラーでそれをやってるっていうふうな、そういった形のものになっております。GO!